今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。はい、セリアさんの快進撃止まりませんね。今日ゴールデンウィーク、中日ですが、アウトドア製品ということでまた出てました。メジャリングカップ with フック、軽量カップフック付きとなってます。カップや調味料入れとしても最適。引っ掛けられるフック形状にメモリ付きというね、わかりますかね？手のひらと比べてこんなちっちゃい感じの、軽量カップということになります。なんかね、こういうイラストね、ちょっと見にくいかもしれませんけど、まあクッカーとかシェラカップとかね、レードルがこうかかってて、なんかいかにもね、こういうものと一緒に使ってくださいね、みたいなね。なんかこう魅力的ですね、これ。で、ちょっと裏面確認します。こんな風にね、まあジャンコードですね、まず。それから使用上の注意点、まあいろいろ書いてますが、ちょっと省略しますね。それから、品名が軽量カップフック付き 30ml となってます。で、品番は MEC の3。材質がステンレススチール。サイズは満水時の容量が 35ml。約直径が 5.5cm かける高さが 2.8cm の全長が 9cm となってて、メイドインチャイナと。ということで、こちらにメーカーも載ってますね。メーカーじゃない、発売元ですね。元林さんとなっております。はい、こんな大きさのね、軽量カップとなります。通常の軽量カップじゃないや、シェラカップがこれですね。なんでめちゃくちゃちっちゃいですよね。チャムスなんかからも、ちっちゃいね、ミニシェラカップとかあると思うんですよ。まあ、これよりは少し大きいかなと思うんですけど、まあ、あれに近いのかなと思います。では、ちょっと外してみます。はい、よいしょ。こういう感じですね。ちっちゃいですね。メモリがですね、15mm と 35mm。なので、まあ、15の倍数ね、45とか60とか、まあ、そういうものだったらね、これで正確にある程度計量ができそうです。ただね、使い道としてはどうなんでしょうね。まあ、カップや燃料入れとしても可能ですよと書いてますが、燃料入れじゃないな。調味料入れですね。すいません。燃料を入れたいもんで燃料って言っちゃいましたけど、まあ、燃料はでもダメじゃないですよね。アルストなんかに、アルコールを入れる際によくね、ガラスのビーカーのね、ちっちゃいようなものでなんかやってる方いらっしゃいますけど、まあ、あれはね、ちょっとね、味気ないので、まだこの方がね、いいんじゃないかなという気はしますが、まあ、この説明にはそんなことは書いてません。調味料入れということで、まあ、調味料を測る分にはちょうどいいですよね。ドレッシングを作ったりとか。はい。ただね、これはそういう実用性を求めるものではないような気がします。どっちかというと、まあ、可愛らしいんですよね、とにかく。なので、例えば、これ、例えば机にあるだけでもですね、これね、すごくこう、キャンプが好きな方だったらね、ちょっとこれを見てニヤニヤしたくなるような感じなんです。例えば、キャンプに行けない時に、仕事の机の上にこれが置いてあったらね、まあ、それだけでもね、ちょっとこう、なんかこう、気がね、晴れるというか、まあ、そんなアイテムですよね、これはおそらく。まあ今日ね、私が好きなお酒とかここに並んでるので、まあこういうのをね、こう、ちびちびと、こう、飲み比べとかね、しながらね、こう、ストレートでやっていこうかなと。うわ、危ない危ない。やっていこうかなと思ったりはするわけなんですけど、まあそういうことかもしれないですね。はい。よくガチャなんかでね、キャンプ用品の、なんかミニチュアのね、メスティンとかクッカーとか、なんか出てくるやつありますけど、まあ、もし景品だったら、それはそれでこれ、欲しくなるようなアイテムだなと思います。まあそういったものがね、この100円で売ってたので、税込み110円ですけど、ちょっとね、魅力あるなと思ってご紹介してみました。まあ、どんな風に使うのかって言われるとね、本当にね、なんとも言えません。ただこれはもう可愛いので、それが全てじゃないかなという風に思います。はい、今回は以上です。
ご視聴いただきありがとうございました。まあ、このね、軽量カップ、もし調味料売り場に売ってたらね、買わないと思うんですけど、これがね、まあ、こういうね、キャンプ用品コーナーに売ってて、こういうねシェラカップとか、なんかパックウェイクッカーみたいなね、こういうものと一緒にね写真も写ってるというところがね、セリアさんのセンスの良さじゃないかなというふうに私は思っております。はい、まあ、なんかね引っ掛けることもできますし、いいんではないでしょうか。ということで、いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。すごい差だな、これ大きさの差がすごい差だな。ここまで来てもね、全然違うもんね。これぐらい、これぐらいしたら同じぐらいの大きさになる。これぐらい縮めて、これぐらいやったらようやく同じぐらい。まあどうでもいいですね。